前回のあらすじ。薬剤師 YouTuber おすすめのマストアイテム、どっち入れ筋ナンバーワン、グレーン、よいしょー。入力企画っぽくなってきたぞ。今回ですね、2つの商品をご用意しております。はい、大賀薬局の売れ筋商品です。どちらが最も売れたかを考えていただきたいなと思ってご準備しております。 A の商品、こちら、じゃじゃん、はい、手を消毒をしながらも保湿してくれるハンドクリーム、マジックハンドクリームになります。イエーイ、よいしょー。町田さんの人生も潤います。よーっ、ゆたましい。次の商品いきましょう。次の商品はですね、こちら、ドドン。こちらはですね、バンランコンラカンカカリュウという名前になっております。漢方ですね。漢方、はい、ちょっと皆さん聞いてて何言ってるか分かんないなと思ってると思うので、これにちょっと待っていいですか。はい、うん、じゃあ皆さんで3回ほど照合しましょうか。おお、はい、はい、いきますよ、いきますよ、いきますよとか言ってたんだけど、せーの、バンランコンラカンカカリュウ、バンランコンラカン、大体5回、バンランコン、あ、もう一緒に言うんですね。はい、せーの、バンランコンラカンカカリュウ、バンランコンラカンカカリュウ、バンランコンラカンカカリュウ。はい、今見てる方で言い間違えた方にヒュンです。どういうこと。いや、わかんない、システムが全くわからない。システムわかんないでしょ、はい、これをめちゃくちゃ面白いなと思って僕台本考えてきたんですけど全然見なかったですね。びっくりしました。いやいや、間違えた方ヒュンですって。間違えた方に僕はヒュンということですか。はい、ということで、こちらどのような商品かご説明させていただく前に、はい、お決まりの町田さん、はいはい、シーンお願いしますよ。シーン行っちゃって、あ、こういう感じで入っとるんですね。そうです、そうです、はい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 。これバンランコンラカンカカリュー、はい、あ、覚えてしまった。はい、こちらですね、なんとありがとうございます。さあ、昭和したからですね。うんうん、こちらですね、女性の口コミで広がった商品で、理由が2つほどあります。はい、そのまま飲んでいただいて構いませんよ、カリューなんで。ああ、そういうことか。はい、ああ、そっか、ああ、そっかそっか。擬音ですぐ言いたがる、ピャッととかね、うんうん、すぐ言いたがるんですよ、九州人は。すいませんね。いただきます。はい、どうぞ。どうですか、まだ漢方って結構苦い感じかと思ってたけど、それないですね。そうなんですよ、苦いとかない、お目が高い。とりあえずこちらの商品ですね、あ、2種類の漢方が入っております。うん、はい、こちらですね、まずバンランコンの方を説明します。中国でですね、風邪やインフルエンザをはじめとする感染症の予防に用いられています。うん、他にも解毒作用や抗炎症作用があって、喉の痛みがあるときにうがいをするように飲むと良いです。ガラガラごっくんですね、ガラガラガラごっくんですね。ほう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 。最近では喉飴の成分に使われて話題になってます。はいはい、はい、そして次、ラカンカですね。うん、こちら喉の炎症を抑えてくれるのはもちろんのこと、果実になります。ほう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 。で、糖度が砂糖の400倍。あ、だけんか、ほのかに甘いの。はい、だから半分入ってるので、やっぱそれが甘い。そういうことですよね、後味甘いですもん。はい、うん、しかし、腸から吸収されないのでゼロカロリーです。糖尿病の方も服用できる究極の甘味料になります。はいはい、こちらの種類で混ざった商品漢方が、さらにすごいのが、うん、副作用がありません。ほう、絶対飲みたいですよね。こんな言い切っちゃって大丈夫？大丈夫です。うわー、すごい、薬剤師だ。そうか。ちゃんとしてる。気になるお値段こちらです。じゃじゃん、ワンランコンラカンカカリュウは、こちら14包で950円になっております。さあ、両者で揃いました。皆さん、どちらが売れているか考えてみましょう。あれだったら前に出してます。あー、すいません、顔の方が大事かなと思います。うわー、なんかちょうど全く違う系統やけど、またちょっとね、同じぐらいの値段のやつ出してきましたね。はい、このラカンカカリュウ、すごい喉とかって聞いたらすごい使いたくなってきたなと思って。そうなんですよ。でもまあ、とっつきやすさから言うと、まあ、ハンドクリームの方がね、一般的にめちゃくちゃ売れてそうな気しますけどね。お目が高い。はい、もう答え言います。はい、リードのバンランコン。あ、嘘。嘘。そうなんです。ここ引っ張るとかないやん。ないです、今もうドラムロールまで用意してたんですけど、時間がないんです、すみません。漢方なのに飲みやすいところが素晴らしいところで、はいはいはい、やっぱりもう体調悪い時とかって、カッコン糖とかマウント糖を使われる方多いと思うんですけど、こちら副作用がなくてローカロリーなところが人気の理由ですね。はぁ、大賀薬局のライフストリーム、わかりやすく言うとライフストリームですね。ライフストリームというやつ買ってます。ぜひともお立ち寄りください。はい、いや、だからもっとね、漢方薬を構えて飲んだんですよ。はい、こう独特のやつあれじゃないですか、入れた瞬間バーンってこう、ほんと鼻から抜けるような漢方っていう香りとか苦味、でもまあそれないと効く気が
がせんとまで思っとったんですよ。こんな飲みやすくていいったいと思いながら。お目が高い。はい。すませって褒めてくる。はい。ということで B のバンランコの中川カリーを当てたという方はちょっと挙手お願いします。あ、じゃあもう、キラースマイルなしでいいですか。いやいや、ポンちゃんさんはサンドの伊達さんのネタじゃなくて本当にゼロカロリーとか来てますね。でね、やっぱそっちの方とかで、ね、気になっちゃってるということで。じゃあ分かりました、念のためにやっときましょうか。じゃあ行きましょう、はい、3、2、1。はい、スクリーンショットタイムでしたね。はい、スクリーンショットでしたね、今ね。惜しい。はい、これで終わりですね。はい。はい、すいません、ちょっと長くなりましたけども。いえいえ、楽しかったですよ。楽しいですよね、僕が喋るの。びっくりしました、僕も。うん。なんかじゃあ、あれですかね。あ、キラースマイルくださいとか、欲しい、スマイル欲しいとか、いっぱい来ておりましたよ。うん。あ、来てますね。来てます、まあ、もう10秒もらいましょうか。10秒は顔が痛い。皆さん、スクリーンショットタイムということで。はい。ちょっと寄るのやめてください。カメラマンさんも楽しんでるでしょ。はい、ほら、さあ撮って、さあ撮って、さあスクリーンショットだ。じゃあちょっと質問、なんか一つか二つ、なんか質問とかありましたらばお答えしてくれるということでございます。はい、プライベートでもお答えしますよ。でもキラースマイルへのなんか反応いただきましたとか、そっちばっかりで。質問は特にですね、ないんですか。じゃあもう終わりましょうよ。逆に、はい、なんか特典情報みたいなのをもう一度。あ、そうですね、はい、ぜひともその現地でバンランコの中川カリューでしたよね、アディさん大好きですって言ってもらえれば全然プレゼントです。大好きですまでセットでですね。それはそうでしょ。それがキーワードだね。それがキーワードですね。それが僕からのキーワードですよね。僕のプレゼントもらいたいという方、ぜひともワディポップが好きな人だけ取りに来てください。他の方はダメです来たら。いいでしょう。いいですよ、冗談です。はい、はい、ちなみに博多っ子 T シャツは大賀薬局が作ったんですかというコメントも来てますけど、これはリトルママさん、あ、これ大賀薬局さん、あ、これいろいろな大人の事情があるので、はい、大賀薬局が作ってます。あ、ということにしましょう。はい、色々ドゲンジャーズたちが薬飲んで寝てるっていう、そういう感じの可愛い T シャツになっております。そういうことだったんですね。と思ってましたよ、僕。こう布団、みんなで布団かかっとんかなって思ってました。あ、なるほど、分かりやすい解説なさってます。いやいやいや、さんすごいな。あとママさん役からプロテイン、あ、漢方薬じゃないんやとかも来てます。そうなんですよ、びっくりすると思うんですけど、これをもらえると思われてる方多いと思うんですけど、違います。あのですね、僕お金がないんで、あるものだけしかお渡しできないんです。すみません、ぜひとも支援のほどよろしくお願いします。ワーディーポップもですね、接続がないんですよ。ちなみにこのワーディーさんのこのノリとか、こういうチャンネルやっとるのは、この大賀薬局の社長さんとか偉い方はどういう風に言ってある。もうすごい喜んでます。いい会社ですね。すごい。会社やな。あ、いい会社ですよ、本当。なんかそういう枠あったら、私もいつか移籍させていくのか。わかりました。YouTube 枠でお取りしておきますので。はい、給料は月額1万円ぐらいになりますけど。いや、それでもいいかもしれない。あ、本当ですか。ありがとうございます。ぜひとも移籍をお待ちしております。さあ、というわけでここまではですね、はい、薬剤師 YouTuber のワリポップさんにお話ししてもらいました。ありがとうございました。お楽しみに。バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございます。おかげで楽しかったです。楽しかったです。みんなハッピーになるために。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで。いや、町田さんやっぱすごいっすね。いや、すごかったね、あれは。なんかプロだなと思って、うん、話も受けも答えもすごいプロだし、うん、ちゃんとなんか感想とかも分かりやすく説明してくださるんで、うん、注釈入れなくてよかったなと思ってました。いや、僕たちもたくさん勉強することがあったね、学ぶところがあったね。いや、本当ですね、僕もちょっとやっぱ芸人目指してるんで今、うん、やっぱ芸をちょっと学ぶためにこういう人たちと絡むのはすごい素晴らしいことかなと思ってるんで、うん、今後もこういうコラボを大事にしていこうかなと思っております。はい、今後ともご視聴とそして応援よろしくお願いいたします。明日はですねライブなので、まあこの時はもうライブの後だと思うんですけど、ライブなんで緊張してますが、皆様に幸せをお届けできるエンターテインメントを見せれたなと思っております。最後までご視聴よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。じゃあ最後にキラスマイル